私コスメの中でほんまにね、ベニーリップがね大好きなんよ。もうリップって買っても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 欲しくなるし、買っちゃうんですね。そんぐらいリップが好きなんです。はい、ということで本日の動画はベニーをこよなく愛す私レイマイのお気に入りリップ5選をご紹介したいと思いまーす。イエーイ。ちなみに私レイマイのパーソナルカラーはブルベ冬、ウィンタークールでございます。セカンドが、クールサマーです。はい、なのでちょっとねっていうか、かなりあのブルベ冬っぽいリップ紹介も偏りがあるかもしれんけど、ぜひね、あのブルベ冬の方にもそうじゃない方にも見ていただけると嬉しいです。では一つ目いってみましょう。一つ目は今塗ってるリップなんですけど、じゃじゃんじゃじゃん、一つ目はヒンスのムードインハンサーマットインスピレーションというお色味でーす。見ての通り使い切りました。はい、もうね、毎日塗っとると言っても過言ではないぐらいのお気に入りリップなので、めっちゃ塗っとって、それこそ私似た色味とかたくさん持ってるので、結構ね1本のリップを使い切ることって珍しいっていうか、いろんなリップをね買っちゃっていろんなのを塗っちゃう分、あんまり1本のリップをなくなるまで使い切るみたいなことがなかったんやけど、こちらのヒンスのねムードインハンサーマットのインスピレーションというカラーはこんなにピント合っとる？もうこんなになるまで使い切りました。マジで快挙でございます。そのくらいめちゃくちゃお気に入りで、もう常に持ち歩いとるリップやし、ほぼ毎日塗っております。はい、で使い切っちゃったので、あのリピ買いしたんよ。ほんまは新しいムードインハンサーマットインスピレーションのカラー、新しいやつでこれリピ買いして買いましたってこうみんなにね見せるのは、1回も塗ってない新しい状態でしようと思っとったんやけど、なんとね間違えた色を買ってしまったんですね。はい、ちなみにこのインスピレーションというカラーはかなりくすんだピンクで、ちょっとね紫みが強い感じです。ちょっとねカメラで見たらだいぶピンクっぽいけど、結構くすんだピンクで、でめちゃくちゃ濃いわけではないので、なので結構普段使いしやすいのでめちゃくちゃ塗っております。かわいい。で後から紹介するんやけど、私は普段このリップの上から超濃いめなブラウンとか超濃いめな紫を中央にポン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 ってのせて、ちょっとね深みを足してます。あとでこの2種類のねリップは紹介するんですけど、一回ねちょっとやってみます。今さもう唇が皮剥げまくりで色つくとことつかんとこがあるんやけど、お許しください。あの皮剥げまくりのくせに今日あの塗ってリップ取って塗ってリップ取って5回以上繰り返す予定で、ちょっと私の唇大丈夫かなっていう心配案件なんですけど、頑張ります。ちょっとね濃い色を中央にのせてうまうましたら深みが出てねめっちゃいい感じになるんよ。なんで結構こういうね組み合わせとか、こういう組み合わせで普段から塗ることが多いです。このインスピレーション自体がめちゃくちゃ濃い色なわけじゃないので、組み合わせにねめっちゃ適したリップなんよ。なので普段から私服装によってリップはね絶対変えたい派なので、その日の服装の色味とかに合わせて結構このリップをベースに塗って、上から濃いのを重ねてちょっとね色味を変えて楽しんだりしてます。はい、じゃあ次2つ目のリップいってみましょう。取れたかな。こんな感じでさ、リップにさ色がなかったらさマジでおめえ誰っていうぐらい顔違うけんさ、ほんまにね私のメイクでリップって最重要アイテムなんよ。わかる？なんかめっちゃ幸薄そうな顔になるよねリップ塗ってなかったら。
ちなみに今日結構ねいろんな色味のリップを塗るけんさ、アイメイクとかもそのアイシャドウの色味とかヌーディーなちょっとベージュっぽいのにして、あのリップを邪魔しないようなメイクをしたのと、あの服も黒でなるべくねリップの色味がこうバンとねみんなに分かりやすく見てもらえるようにしてるんですけど、大丈夫そう？大丈夫いけてます？はい、じゃあ2つ目のリップいきます。2つ目のリップがダダンダダン、ディオールのルージュディオール722番ローズウッドローズマットタイプということで、2つ目はディオールのベニです。ちょっと塗ってみます。はい、ということで塗ったらこんな感じ。実はねこのリップが去年の8月に大阪でねポップアップをしたんですね。その時にファンの方がプレゼントしてくださったリップなんです。あーもう本当に塗った瞬間、え、めっちゃ似合ってるやんってなったぐらい似合ってませんか？なんかその店員さんとめいまいちゃんのことをこう見せながら、めっちゃ話し合って決めました、相談して決めましたって言ってくれて、その時ももうね本当に私にぴったりっていうぐらいよく似合ってるリップなんじゃないでしょうか。めっちゃ自分のこと褒めるやんって感じないけど、そのくらいお気に入りなリップです。ではポンコロポンコロ3本目のリップに行ってみたいと思います。いやー唇ヒリヒリしてきた、つらい。唇がさ、あれにあれ撮るときにさ、撮る動画じゃねえよな。撮れたかな？自分の元の唇の色がさ、どんなんやったかちょっと思い出せんのやけど。こんなもん？撮れた？でも唇がヒリヒリしております。大丈夫？撮れたかな？なんか取れてなさそうやけど、次からのリップがもうマジでめちゃくちゃ濃いので、多分こんぐらい残ってても影響しなさそうなので、ちょっと取れてないかもなんですけど許してください。ということで3本目のリップいってみましょう。デレンデレン、3本目はね MAC のリップスティックフィルムノアールという色味です。見ての通りね、めちゃくちゃ濃い色なのと、マックのさリップってさマジで発色いいやん。だからねこれをベタ塗りするとリップーデモンカッカーみたいなぐらいリップのね主張がすごくなるので、まあ、とりあえず塗ってみます。結構ね普段はベタ塗りするっていうよりかは薄いリップに合わせてそのリップの深みを出したり色味をちょっと調整したりとかに使うことが多いです。でもとりあえず今からベタ塗りしてみようと思います。ちょっとね軽めにポン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 って塗って、まんましただけでも結構ね深みのある唇を演出できるぐらい発色がすごいリップです。ただ、めっちゃ可愛くない？やっぱり私はもうこんぐらいね主張激しめなリップがほんまに大好きなので、こういうリップを塗った日ね、もう本当に塗った瞬間うわーめっちゃ可愛いってもうねテンションが爆上がりするリップなんですけど、めちゃくちゃ濃くて深みのあるブラウンレッド、レッドブラウン、レッドブラウンって感じかな、そういうお色味で、黒のお洋服とかトーン暗めな服着る時とか、かなりモードなビジュアルに寄せたいなっていう時とかに塗ることが多いです。めっちゃかわいい、いい感じ。本当にさ同じメイクでもリップの色味でこんなに顔って変わるって思ったらさ、マジでリップの色味って大切じゃない？もうベニーって最高。はい、ということで次4つ目のリップいってみたいと思います。濃いリップが落ちた時ってさすごい悲惨よね。こうご飯とか食べよってさ、あ内側だけこうどん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 取れてくるじゃん。それでリップの際だけこういう感じでさ濃い色が残っとる時ってさ、めちゃくちゃ恥ずかしくない？やば。はい、では4つ目の
リップ行ってみたいと思います。ババンババン。4つ目のリップはザラのアルティメットマットリップスティック705番ギリーというお色味になります。このリップね、塗っとる時マジでどこのリップですかって毎回うん十人に聞かれるぐらい本当に私もめっちゃ気に入っとるし、めちゃくちゃ可愛いし、何よりね発色の鬼で、とにかくリップの主張がすごくなるペニです。はい、塗ってみたいと思います。パラーン。めっちゃ可愛くないですか？さっきのリップよりももうちょっとブラウン味が強くて、かなりねなんかおしゃれ感出る色味やと思いますけど、どないですか？これは結構チェックのジャケットとかなんかちょっとヴィンテージっぽい服装に合わせることとかが多いです。とにかくこのリップを塗ってストーリー投稿したり写真投稿したら、どこのリップですかってガチで数十人から DM 来るぐらい、みんな気になってたんじゃないかなって思うリップでございます。よし、ここまでしっかりね濃く深くもうねほぼ黒みたいなぐらい発色してくれるリップって結構ね希少価値高いと思うので、もうさすがザラ様って感じて、私はこれもリピート買いしたリップです。結構買ったのが前で、韓国におる時に買ったリップなんやけど、もうねずっとお気に入りでめちゃくちゃ塗っとるので、最近ねリピ買いしました。同じ色味を。かわいい。これもその1本目で重ねて塗ること多いですみたいな言ったと思うんやけど、薄い色にちょっとねちょん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 って中央にのせてうまうまして、結構深みを出したりとか色味を調整するときに使ったりすることも多いリップです。かわいい。とにかくこのリップはおしゃれ顔になれる、ガチで。なのでちょっと本気出してみたいな時とかは結構このリップ塗りがちです。はい、めっちゃ可愛い。本当にお気に入り。リアルに 2,3 年ずっと私の一軍リップをキープしてるぐらい超超超超超お気に入りなリップです。はい、では最後のリップいってみたいと思います。じゃんじゃじゃん。ということで5本目のお気に入りリップはシャネルルージュアリュールラック74番エクスペリメントというお色味です。はい、冒頭にも言った通り、私のパーソナルカラーがブルベの冬なんですね。で、ブルベ冬イコールなんか赤リップみたいなイメージあると思うんですけど、私もマジで赤リップ大好きで、赤リップといえばシャネルみたいなあるじゃないですか。ということで、シャネルでね、赤リップをずっと探しとって、で一時期マスクに全然つかんしマジで取れにくいって話題になったこのアリュールラックルージュアルールルージュルージュアリュールラックを買ってみたらマジでめちゃくちゃ良くて、そこからずっと愛用しているリップになります。とりあえず塗ります。はい、ということでラスト5本目はこんな感じでザ・赤リップな紅でございます。かわいい。でも見てほら、わかる？こんな感じでさ、めっちゃハエにするのよこれ。はい、というわけで紅好きレイマイによるお気に入りリップ5000紹介した動画だったんですけれども、いかがだったでしょうか？この動画がみんなの参考になっていると嬉しいです。今後もね定期的にこんな感じで、やっぱその時々によってお気に入りのリップって全然違うし、気分によってもねすごい色味とかも変えたくなるタイプなので、その時々のお気に入りリップとか
こういう時はこういう色味塗りますとか、ちょっともうちょっとねリップに関する動画たくさん上げていきたいなと思っているので、もしこういう感じの動画上げてくださいとかいうリクエストがありましたら、ぜひコメント残してってください。セーフ、ハベにしてなかった。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。